タイトさん、まあ、連続で G1 走ってくる中で準決勝、続けて3回どうですか、この G1 の準決勝しっかり勝ち上がれているという。そうですね、自信になるんで、はい、まあ、G1 に向けていつもやってるんで、まあ、その結果が出てるのかなと思います。で、まあ、2次予選の走り前に前に踏んでいくっていうのは、そうですね、もういつも前に前にと思って走ってるんで、まあ、いつも通りっちゃいつも通りですね、はい、そういう戦いがしっかりできて、そうですね、まあ、乗れてるんで、まあ、足の状態は悪くないですね、はい、ちょっとね、昨日伺ったけど、やっぱり G1 を戦うことがその楽しいというか、この舞台、そうですね、楽しいですね、はい、やっぱりすごい人たちを一緒に走る中で、そうですね、燃えます、はい、うん、で準決勝2回走って、もちろんダービーがすごく、ね、新井さんが、そうですね、ダービーは結構足の感じも低いきてたんで、まあ、明日ちょっとどうなるか分かんないですけど、まあ、しっかり力出し切って頑張りたいと思います。で決勝っていうのはもう明確にもう乗るぞというのは意識、そうですね、今年中に乗るのが一応目標で今やってるんで、うん、はい、まあ、頑張りたいです。ちょっと、ね、誠一郎さんがカナガになりたいということを最近口に出して、もうメッセもございませんだから、ね、期待というか九州、そうですね、やってくれっていうのは、はい、まあ、若手引っ張っていけるような走りをできたらなと思います。明日もう一回聞けるように、そうですね、はい、頑張ります。頑張って、ありがとうございました。